灌漑施設遺産は、インドのニューデリーに本部を置く国際、灌漑排水委員会が、灌漑の歴史、発展を明らかにし、灌漑施設の適切な保全に資することを目的として、建設から100年以上経過し、灌漑農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設されたもの等、歴史的、技術的、社会的価値のある灌漑施設を登録。 表彰するために2014年に創設した制度。なお、灌漑は2文字とも、常用漢字の表外字のため、担当書管の農林水産省では、考えとひらがな表記を正式なものとしている。2019年に正式名称にワールドを監視、ワールドヘリテッジ・イリゲーション・ストラクチャーズと解消した。直訳すると、世界遺産の灌漑施設になり、世界遺産と混同しやすくなるため、 農水省では世界灌漑施設遺産とした。水門学を推進するユネスコは水資源管理の観点から国連食料農業機関は世界重要農業遺産システムの観点から灌漑施設遺産を支援している。ユネスコや国際連合未加盟のため世界遺産などの各種遺産事業に参加できない台湾だが国際灌漑排水委員会へは加盟しており、 カラス山頭ダムの登録の可能性がある。農林水産省では文化財としての価値を有する農業水利施設等の土地改良施設を対象に農村地域における生活空間の質的向上を図りつつ土地改良施設の整備を契機に地域一体となった農業水利施設の維持、保全体制の構築を目的とする地域用水環境整備事業を推進。 また国土交通省は歴史町づくり法により農村地域の水路、ダムため池等の農業水利施設の保全管理、または整備と地域用水の多面的な機能の一増進に資する施設の整備を行うことを目的とする地域用水環境整備事業を展開している。さらに農水省は日本農業遺産も含めた農事関連遺産を 観光資源として活用すべく、郷土料理や自然散策を組み合わせたモデルコースを策定し、灌漑施設遺産からは、長野県の十ヶ関と熊本県の菊池の灌漑用水群が選ばれた。ありがとうございます。